さあ、やっていきましょう。今回やっていくのは、こちら。クターです。脅威の無表情キャラ、クター。皆さん、ご存知ですかね、クター。アザラシは昔、ニコニコに動画を上げた頃に、クターの実況をしてたんですね。で、ニコニコ動画って、その、昔はやっぱりその、チャンネル登録とかのシステムとかもなかったし、通知機能とかもなかったから、アップロードした動画が上げられたっていうことを、まあ、視聴者に気づくのが遅れるっていうことで、その、ホームみたいな動画を一本上げて、そこの概要欄を変えることによって、新しい動画が来たかどうかみたいなのをチェックするっていうのが結構一般的だったんですけど、それが自分にとってはこのクタの動画で、グレープの早茶飲みっていうやつだったんですよ。結構ね、面白い。自分としては当時会心の出来だったんですけど、そのグレープの早茶飲みがあるっていうのもあって、非常にクタには思い入れがあったんですけど、最近まで存在をすっかり忘れていて、ね、で、一個前に上げた動画で、あ、シュールなゲームといえば、そりゃクタってあったけど、今もまだあんのかなと思って検索してみたら、まだあった。クタがまだありました。こんなに増えて、こんなにゲームが増えて、クタがまだありました。ということで、クターの実況をやっていこうと思います。久しぶりにね、クターをやっていくよ。うん。まあ理想としては、とか目標、全部やりたい。全部動画としてあげていきたい。これだけで何本になる ?100 本ぐらいにはなりそうだな。やっていこうと思います。で、今日は、まあ一番左上、もうこう順々にやっていくつもりなんで、クターのバンブートロピカル。これやっていこうと思います。まず、ランキングを見てみましょう。ペッペペッ。ランキング。クターのバンブートロピカル、ワールドランキングトップ100。1位、ピカピカクター。2位、立花八幡。3位、ネコニャンさん。この3人がワールドランキングを叩き出しておきます。1位のスコア81ですね。ランクインするには、低い50位とかでも、まあ、0とかでもランクインできそうな感じですね。まあ、第71回大会のことなんで。じゃあ、やってみましょうか。このゲーム。クターの、ててん、ギガ連射。ちょっと一旦止めます。サイズを最適化する。さあやるぞ、クターのバンブートロピカル。デイ。パッパッパッペーン。よいしょ。ティ、トゥ、トゥ、エイ、ホ。バカがよ。よしよしよし。いいです。2468。うん。反射で合わせられたな。何のゲームかまずは把握するところがあったんだが。えい。よし、よし。前へ戻る、後ろ戻る、前へ戻る、後ろ戻る、前へ戻る、後ろ戻る、前へ行く。真ん中、後ろ、真ん中、後ろ、前へ、後ろ、前に行く。よし、おい、おい、おい、えい、おい、えい、よし、おい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 。すげえ、俺。すごくない？ 50 回も飛んだよ。飛んだよ。これ、もう一回やる？多分50はいかないよ。判定がよくわからん。よく見ると判定がよくわかんない。ナイスとかパーフェクトとかに混じって、クターとかも一瞬見えたな、今一瞬な。ただ連打してたら別にいいんじゃないか、これ。ただ連打してたら普通にいける気がする。いや、めっちゃ見てるけど、ただで連打してるだけでもいける気がするな。あ。ウィン？面白いよ、クター。じゃあ今日はこの辺で。ほなまた。